見せてやる、俺たちの力を。こいつは手強そうだぜ。準備はバッチリ。さあ行こう。手助けなんざいるかよ。見せてやるよ、青の力を。邪魔をするなら片付けるまでだ。この戦い負けるわけにはいかない。せいぜい邪魔をしない。私は甘くない。足手まといにならないよう頑張ります。私たち強いでしょ。一丁やりますか。退屈しのぎにはなりすぎ。お手合わせ願います。貴様は俺を満たしてくれるんだ。終了のセーター見せちゃうよ。我々の連携が戦況を左右。しくじるなよ。よし、ここは私に任せて。あんた誰。こんなところで負けるわけにはいきません。あなたとの関係も青の導きによるもの。け、これも可能性かよ。なら全員ぶっ飛ばすだけだ。世話の焼ける人たちね。仕方ない。手を貸すわ。まったく、退屈しのぎなら他を当たってくれる。背負っているものの違いは、そうやすやすと捉えさせはしない。チームルビーの一員として、情けない姿を見せられないの。動画をご覧の皆さん、こんにちは。アークステムアークスブレイブルーシリーズプロデューサーの森田清水です。この度はエボリューション2018のメイン種目タイトルの一つとして、ブレイブルークロスタックバトルを選出いただき本当にありがとうございます。トレーラーでもありましたが、アップデートで追加予定のキャラクタールビーシリーズのブレイクとヤンに関しましては、無償でダウンロードできますので、できる限りタイトルリリース後早い段階で早い段階で、皆さんが遊べるように努力いたしますので、よろしくお願いします。スタッフ一同頑張っておりますので。なお、タイトルの方なんですが、日本だと5月31日、北米では6月5日を予定しております。この日に必ず発売できるようにスタッフ一同頑張っておりますので、皆さんご予約の方とかよろしくお願いいたします。してくれるとすごく嬉しいので、まあね、できる限りこちらの方のタイトルを皆さんにいっぱい遊んでもらって、エボリューションの方で素晴らしい試合をしてくれると僕がめちゃめちゃ喜びますし、みんな全部みんな喜びますので、よろしくお願いいたします。